はい、集合、集合、はい、集合。よし、皆さん、お久しぶりです。ホークスの監督の、山尾です。まあ、普段わし、ホークスが負けた時は、こうやって動画出とんやけど、今日は引き分け。引き分けやけど、出させてもらったと。なんでかわかる？なんでかわかる？まあ、大体の方が、お気づきやと思う。バヤシや。バヤシのホームランの件や。いや、ほんま、勘弁してくれよ、ほんま。ことの顛末を説明させていただくと。まず、初回1回表、ワンアウト。バヤシ、ライトへ大飛球、よしって思っとったら、審判の判定、ファール、ファール、ファール、え？おかしいやろって、わしベンチで思うやったら、まあ、審判団が、後ろ引き上げていって、まあ、なんか話し始めてから、まあ、ホームランになるんかなと、思いながら、の、ベンチで待っとった、工藤くんと、ウキウキしながらの、そんで、なんや、リプレイも、何回も何回も流れて、まあ、その流れ取ったリプレイを見る限り、まあ、これホームランやないかなと、思っとったから、まあ、まあ、審判たち出てくるの、ワクワクしながら待っとって、出てきたと思ったら、何？え？ファール。ファールって何やな、お前。ファール？ファール？ファール？え？なんでファールやねん、あれ。いや、ちょっと、皆さんに、こちらを見ていただきたい。入っとるやんか、お前。思いっきり巻いて、いや、巻いてるやん。思いっきり巻いてるやん。なんでファール？もうこれにはね、わし試合中ちょっとツイッター見よったけど、まあ荒れてたね。まあ、そりゃ荒れるよ。わしも、ファーってなったもんね。ファールだけに。面白かったよ。もう何が辛いかってね、せっかくホームラン取ったと思って、ウキウキしとった兄ちゃんが。かわいそう。あの兄ちゃんあれよ。せっかくホームランボール取ったと思ったら、あれファールボールになって思ったから。本当にかわいそう。もう審判。ファンにそんな殺生なことせんとってくれや。ん？審判。審判だ。まあそりゃ、人間がやってること、ミスあるよ。そりゃ。時にはミスもあると思う。ただ、あのミスはあかんって。頼むよ。本当に。まあ、その後2点先制されて。まあこのまま負けたら。いよいよ今日のツイッターはもうあれ放題なと思っとったら、まあ、ケンジが2点タイムリー同点ケンジケンジ本当にありがとう、まあ、ケンジのおかげで今日のホークスは救われた。まあ結局そのまま勝ち越してはいかず引き分けで終わってしまったけど、まあまあ負けんかっただけよしとしようかなとわしは思うの。まあほんまに今日は不服に思うホークスファンの方いっぱいおると思う。ほんまに不憫やったと思う。でもまあしょうがない、しょうがない。勝つ日もあれば負ける日もあるし、ホームランをファールにされる日もある。143試合もあるやんか。の。まあ、なんやかんや。今回の日ハムさんとのカード、2勝1分け。まあ、上等やないかなと思うので、まあ、来週以降も連勝をつなげられるように、ファンの皆さんには、引き続き、わしらを応援してくださればなと思います。それではまた、いつか遠い未来でお会いしましょう。ほなまた、グラシアス。